世界のジャパンチャンネルへようこそ。江戸時代の日本人が驚くような能力を持っていたということを皆さんはご存知でしょうか。今回は当時日本を訪れていた外国人も衝撃を受けたという江戸時代の日本人の驚異的な体力や能力についてご紹介したいと思います。驚異の体力の持ち主、飛脚。まずは江戸時代の郵便局員とも言われる飛脚についてご紹介します。飛脚は手紙を届けるために江戸から京都までの約492キロを3日から4日で走っていたといいます。もちろんこの距離を一人で走り抜いていたわけではありません。中には通し飛脚と呼ばれるたった一人で出発地から目的地までを走る飛脚もいたそうですが、普通は目的地までの間を数人のリレー形式でつないで手紙を届けていたそうです。それでも江戸から京都というと徒歩で約2週間はかかる距離なので驚異の体力です。当時は現代のように舗装された道もなく、当然ランニングシューズもありません。彼らはそんな条件の中東海道を走り抜いていたのです。しかも彼らの食事は粗食でした。そのことに驚いた西洋人が彼らに肉を食べさせたところ、逆に普段よりも早くバテてしまったという話があります。では当時の日本人の体力の源は粗食生活にあったのでしょうか。もともと日本人は明治時代以前までは肉を食べるという習慣がありませんでした。そんな食生活の日本人が驚くべき身体能力を誇っていたということが、当時日本を訪れていた外国人にとっては驚きだったようで、著名な外国人の文献の多くにそのことが記されています。ドイツ帝国の医師で明治時代にお雇い外国人として日本に招かれていたエルヴィン・フォン・ベルツという人物が記したベルツの日記には次のように記されています。彼は東京から110キロ離れた日光に2度旅行で訪れました。1度目は馬で移動しました。彼は道中で馬を6回乗り換え、14時間かけてようやくたどり着きました。2度目の旅行では人力車を使いました。東京から日光まで一人の車夫が交代なしで車を引き続けたそうですが、驚くことに14時間半で着いてしまったのだそうです。馬を6回も乗り換えた1度目とたった30分の違いしかありませんでした。ベルツはその車夫の底なしの体力に驚き、道中ではどんな食事をとっていたのかと聞いたところ、車夫は玄米のおにぎりと梅干し、味噌大根の千切りとたくあんと答えたそうです。彼らは普段の食事も米、麦、栗、じゃがいもなどの低タンパク、低脂肪食で、もちろん肉などは食べていませんでした。その食生活はドイツ人のベルツからすれば明らかに粗食でした。ベルツはこの出来事からドイツの進んだ栄養学を適用すればさらにパフォーマンスが向上するのではと考え、ある実験を行いました。まず22歳と25歳の主婦を1人ずつ雇い、1人には従来通りの食事を、もう1人には肉を含むドイツ式の食事を取らせました。そして彼らに毎日80キロの荷物を積んだ状態で40キロの道のりを走らせたのです。その結果はベルツの予想を大きく外れるものでした。ドイツ式の肉料理を与えた主婦は徐々に疲労を強く感じて走れなくなり、3日目にはどうか普段の食事に戻してほしいと懇願したそうです。仕方なく従来の食事に変えると彼はまた走れるようになったのだそうです。一方、従来の食事をとった主婦はそのまま3週間も走り続けることができたということです。彼ら人力車夫にとって1日に50キロ走るのは普通のことだったといいます。ドイツ式の肉料理を食べた主婦はおそらく普段肉を食べ慣れていなかったために肉を消化することに体力を消耗してしまい、走るための体力を奪われてしまったということもあるでしょう。しかしベルツはこの実験の結果からドイツの栄養学が日本人には合わず、日本人には日本食が良いということを認めざるを得ませんでした。飛脚以外にもベルツは日本人女性についてもこんなに母乳が出る民族は見たことがないと驚いていたそうです。
彼は日本で目の当たりにしたこれらの事実に衝撃を受け、帰国後ドイツ国民に再職を訴えたほどだったそうです。また1549年にキリスト教を伝えるため日本に来日したフランシスコ・ザビエルも日本人の食生活について次のように書き残しています。彼らは時々魚を食前に共にし、米や麦も食べるが少量である。ただし野菜や山菜は豊富だ。それでいてこの国の人たちは不思議なほど達者であり、高齢に達する者も多数いる。西洋人からすると粗食と見える日本食は発酵食品が多くミネラルが多いのが特徴です。そのため単純に菜食が良いということではないとは思いますが、日本食が当時の日本人の健康と驚異的な体力を支えていたというのは事実かもしれませんね。江戸時代の日本人の高い識字率。江戸時代、文字の読み書きができる人の割合はなんと 70-80% だったと言われています。これは当時のイギリスやロシアを大きく上回る世界でもトップレベルの識字率だったそうです。鎖国だったこの時代、勤勉な日本人は義務教育ではなく自主的に運営されていた寺子屋で、武士から貧しい町屋の子供までこぞって読み書きそろばんを学んでいました。そのため武士はほぼ 100%、 庶民層でも男子の 50% 前後は読み書きができたといいます。同時代のイギリスの下層庶民の場合、ロンドンで文字が読める子供は 10% に満たなかったというので、これはかなりの驚きの数字です。当時日本を訪れた外国人も日本人の識字率の高さには驚いたといいます。これには様々な出版物の出現や特に新聞の元祖である瓦版の存在が大きく影響していたと言われています。世界トップレベルの数学和算。江戸時代の人は読み書きだけでなく数学も得意でした。当時九九はすでに一般的なものとなっていたそうです。和算とは7世紀以降に遣隋使や遣唐使によって大陸から輸入された数学を日本風にアレンジし発展させたものです。江戸時代初期にはすでに寺子屋でそろばんの使い方やネズミ算を教えていました。当時の日本人の数学力の高さはこの基礎教育の賜物だったことがうかがえます。排泄物も無駄にせず商売に。江戸時代には人や動物の排泄物を買い取る職業が存在していました。当時から日本では排泄物は作物の肥料に利用されていました。汚物や動物の糞を畑で肥料として使うと作物がよく育つことを農家の人々は経験で知っていました。イギリスやフランスでは汚物を部屋から道に投げ捨てていたような時代です。その時代に日本人は汚物で商売を始めていたのです。彼らは畑からと買いに来ては汚物と野菜を交換する買い取りビジネスを行っていました。そのため人々は外で催しても家に貯めておかないともったいない、これは資産なんだからと家に着くまで我慢したといいます。また道端に落ちている馬の糞も畑で肥料として使っていたため海外では忌み嫌われ不法投棄が多発し町は汚れて不衛生、病気が乱発する時代に江戸は世界一清潔な都市となっていました。性に寛容だった江戸時代。最後の話題は性についてです。江戸時代は一説によれば性にかなり寛容な時代だったそうです。もちろん人にもよるとは思いますが、多くの男女がお互いの関係性も問わず不倫、浮気と性を謳歌していたのだそうです。売春や妾、夜媒の風習もあり、現代とは比べ物にならないくらい性に対して自由で、その結果子供ができたとしても養子に出せばいいという考えだったとか。また同性愛についてもかの徳川家康がかなりの美少年だったと言われている井伊直政に一目惚れし小姓にしたという話が残っているそうですが、どこまでが事実なのかは定かではありません。いかがでしたでしょうか。鎖国で現代と比べ窮屈な生活をしていたイメージのある江戸時代ですが、実は日本独特の文化が大事にされた結果、ある意味で現代の日本よりも精神的に豊かで自由な
そして健康的な暮らしをしていたのかもしれませんね。今回ご紹介した話以外で、江戸時代に実際あった、今では考えられないような話を何かご存知ですか？もしよろしければ、コメント欄で教えてください。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。